はい、名探偵ピカチュウ続きからやっていきたいと思います。前回ピカチュウさんが捕まってしまったという衝撃の展開ですね。はい、面会です。はい、保護されたポケモンはこの警察署でお預かりしてます。でもさ、その警察にあれされてあんなのつけられたってことは、やっぱ警察も多分ズブズブなのよ多分ね。ピカチュウはどうしていますか？できれば面会したいんですが、事件の捜査に関わることですが、詳しいことはお知らせできません。は？ホリデー警部を呼びましょう。ホリデー警部を。ティム君、やはり来たんだね。ホリデー警部、それにバトラー局長。ピカチュウのことが心配なのかな。安心したまえ、保護局は安全だ。全然安心じゃないじゃないのよ。何？ねえ、だからバトラーが狂ってんじゃない？そういうこと？昨日の夜、噴水広場で起きた器物破損の容疑でね。そうしてないんですけど、そもそも証拠もあるんだよ。だったら証拠見せなさいよ、本当に。今、まあ、バトラーね、見るからにちょっと確かに怪しそうな顔だったわよ。うん、何、捜査が落ち着くまで面会許可できないな。何なの？気の毒だが探偵君でも特別扱いできないんだよ。あら、市長を呼びなさい。本当に。ねえ、市長を呼びなさい、市長を。ホリデー警部も詳しい話はできないんですか？バトラー局長が言った通りだよ。面会について私が何とかしよう。今日の午後また受付に来てみてくれ。お優しい。それと今日の夜ティム君と話がしたい。ここで話すのはまずいから、夜になったら警察署の近くだ。おおい、ティム君辛いと思うが気をしっかり持ってくれ。辛いっていうかなんかもう。現場を見に行きたい。ピカチュウが物を壊したので僕は信じられない。きっと保護局は何かを勘違いしてるんだ。誰かが広場のものを壊したらしいけど、犯人はピカチュウ以外にいるはず。そうよね。行きましょう。またこんなしみったれた警察署なんかいられないわ。捨て台詞吐いていきましょう。本当に。あ、やだやだ。本当に。警察署でまっすぐ行ってハイカットカフェの隣だ。はい。てか近いわね、警察署意外と。うお、インテレオンさんじゃん。でかいわね、インテレオン。こう見ると花が好きみたいだ。でかー。犯人捕まったのかな。だってまあモルペコール、かわいい。犯人はモルペコじゃない、うん、あれはブラッドさん。犯人ブラッド。どうして事件現場に。なんかね、ブラッドさ、やっぱね、昔からやっぱ関係性悪いですから、ね、尻尾なくなった。尻尾だけじゃないわね。結構いろいろなんか終わってるわね。あ、そういうこと。電気ビリビリしてるのがあれってことかな。ヤドン像が壊れてる。器物破損ヤドン像のことだったんだ。像には焦げ跡がある。電気技を打ったってことかしらね、やっぱり。この子怪しくない？押せないんだけど。この辺電気帯びてるのか。それだろうな、やっぱ証拠って言われるのは。これは何？高熱を持ったポケモンの仕業かな。でもそれで言ったらブラッドのポケモンだって怪しくなるわよね。だいたい電気って部分だけで疑うのはちょっと狂ってるわよね。何してんのこうでももう見るもんないわよね。
っと噴水の水が漏れたんだ。ほう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 。よし。なるほどね。待って、みきわさんいる。あ、みきわさん出ちゃった。え？喋りたい。だから推理しなきゃ。遺跡から犯人がわかるかもしれない。じゃあ痕跡ね。遺跡って電気タイプよ。それは確定だと思う。よし、うん、ピカチュウは電気技を使えない。そうだよね、ピカチュウが10万ボルト的なのを使えたのってあのラストだけだったもんね、前作のね、うん、技を使えないことを証明するのは難しいな。この方でピカチュウが犯人ないことを証明しないと。そっか、これだけじゃ無理か。何をしていたのか、ピカチュウが行きそうな場所へ行った話を聞いてみよう。ハイカ、ハイハットカフェじゃない？うん、ブル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 言うて。欲張りすやばくない？欲張りすマジでかい。いや、いらっしゃい。今日はピカチュウは一緒じゃないんだね。実は今朝お店の前に来たところでピカチュウが警察に捕まっちゃって。捕まった？あのピカチュウが？そういえばさっき店の前が騒がしかったのはそれだったのか。ピカチュウは何か悪いことをしてしまったのかい？警察はピカチュウが噴水広場のヤドンズを壊した犯人だと言ってるんですけど。でも無理なんです。あのピカチュウ技使えないし。そうだよな。技が使えないんじゃ像を壊すなんて無理ってもんだ。それにヤドンズを壊されたのは昨日の夜だろ。昨日の夜ピカチュウはこの店に来てたんだよ。アリバイ。本当ですか？そんな詳しく聞かせてください。あの、うん、いつもと変わらないよ。昨日の夜も俺がコーヒーを出したらそれはもう一緒に飲んでたな。それは昨日何時ぐらいのことでしたか？時間覚えてないな。まあそっか、時間がわからないと。店内のテレビで夜のニュースが流れた時にはまだ店にいたよ。結構遅いんじゃない？わかんないけど、ニュースゼロ？何時の番組だったか思い出せないのが申し訳ないけどね。あの、今朝知ってびっくりしたよ。あんなことになってたなんてね。あの頑丈そうなヤドンズを壊せるのはきっと強いポケモンだろうね。ティム君のピカチュウにはまず無理な話だな。確かにそうなんだよね。まあ冗談はともかく目立つ事件だから何か知ってる人はいると思うよ。ちょっとそこのお客さんに聞こう。うん、あの会社員。ああよかった、優しい。あの、うん、見かけたとも昨日の夜に噴水広場でね。え、私が見た時にはヤドンズは壊れた後だったよ。立ち去るピカチュウの後ろ姿が見えたんだ。あの黄色い背中は間違いない。え、マジ？どういうこと？ほう、実際に壊れた像を見たからね。あんな風に像を壊すなんて全く迷惑なことだよ。君はあの事件を調べているのかね。犯人をしっかり捕まえてくれたまえよ。お客さんいます。ああ、何？ツタージャ寝てる、かわいい。あの、お兄さんだって。はい、あの、昨日は見かけてないけどついさっき見かけたよ。落とし物を取りに警察署に行ったんだけど、そこでね。本当ですか？ピカチュウはどんな様子でしたか？眠っていたみたいだね。警察官が抱きかかえて運んできたよ。ピカチュウは眠っていた？あの状況で眠る？どうかしたかい？あの、なんかすごかったらしいね。僕は広場は見てないけど。そっか。なんか警察行きたくないな。なんかやっぱ私リアルでも警察嫌いだからさ。ゲーム内でまでイライラしちゃうよ。まったくやめてほしいわ、本当に。さあ行くわよ、うん、よいしょ。
あれ、何ようるさいわね。ホリデー警部を呼びな、ホリデー警部あんた。はい。ありがとう。その前に、パートナーとの面会ルールについてお知らせしても、何？面会1日2回まで続けてすることはできません。ふーん。ふーんっていう。ようやく面会できるけど、ピカチュウどうしてるかな？ここは面会室か。大丈夫、ピカチュウ。ティム！ピカチュウ！ったくもう、元気そうで安心したよ。おい、大声を出すなよ。聞かれたら怪しまれるぞ。ああ、そっか。邪魔ね、あの警察。うん、名探偵のこの俺は容疑者になるなんてな。保護局でピカチュウが広場のヤドンズを壊したと思ってる。僕も現場を調べてきたんだけど、破片が残っていて電気を帯びていたんだ。ということは犯人は電気技を使えるポケモンか。ちょっと待ってよ、俺は技を使えないんだぞ。分かってる、ピカチュウは犯人じゃないよ。でもピカチュウの言葉を伝えても保護局は信じてくれない。俺がそう言っても、そう言ってると伝えたところで機嫌な顔をされちまうのがオチだよな。だからピカチュウの話を聞かせてほしい。無実を証明したいんだ。うん。うん。ティムと別れた後、ハイハットカフェに向かったんだ。昨日の夜の一件と今までの事件の関係を整理しようと思ってな。そのためにはコーヒーが必要だったんだ。カフェに行くときに広場にも行ったが、ヤドンズは壊れてなかったぞ。まだ壊れてなかったのね。うんうんうん。犯人は俺の後に来たんだろうな。じゃあカフェに入った後何か変わったことはなかった？見せてくと外から雷の音が聞こえたな。なるほど。時刻は覚えてないが、音を聞いた時店のテレビで夜のニュースが流れていたな。ふん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 。車の中で眠ってしまってんな。目が覚めたら保護室の中だった。てか背中のやつに気づいて、ティム。本当に。普通の車だったが、どうして眠ったんだろうな、俺は。それに不思議なことはまだある。警察署の中にいると、時々記憶がなくなるんだ。保護室にいたと思ったらいつの間にか屋上に運ばれてたんだ。運動時間だ、というアナウンスを聞いたが、その後自分で歩いた覚えがない。まるで催眠術をかけられてるみたいだ。そんな技を使えるポケは見てないんだがな。やれやれ。雰囲気が最悪だ。周りのポケモンたちが俺に対して意地悪ばかりしてくるんだ。目をつけられたみたいでな。さっき攻撃を受けて気絶してしまった。よくないね。署内には何匹ぐらいのポケモンがいるの？俺が会ったのは5匹だが、全員背中に何かをつけていたな。捕虜が俺たちを管理するためのタグってところだろう。そうなると発信機がついているかもね。脱走と考えちゃダメだよ。当たり前だ。ちゃんと無実を証明して出ていくさ。今の話を整理すると、事件が起きた時ピカチュウがいた場所が分かりそうだ。うん、セリノート読み返してみるよ。推理しよう。推理しよう。うん、ピカチュウはでも、ハイハットカフェでしょ？だよね。そう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 。おいおい、もう一匹のピカチュウはどこに行った？そこだよね。待っててね、ピカチュウ。犯人のポケモンを探してくるから。犯人は強い電気技を使えるポケモンのはずだからな。分かってる。ピカチュウみたいに攻撃されないように気をつけるよ。言ってくれるな。バトラー局長はピカチュウがやった証拠があると言ってたんだ。もしかするとライムシティにピカチュウがもう一匹いるのかもしれない。俺以外の別のピカチュウか。そう決めつけるのは早いと思うが、可能性はあるかもな。俺も警察署内を調べてみるとしよう。他にも気になることがある。大変だわ。きっとすぐに出られるよ。時間だ。おいおい、まだ途中だぜ。
どうしたのピカチュウ。勝手に動いちまうんだ。あの光、あれ何なの本当にね。夜だよもう。さっきのピカチュウ様子がおかしかったな。記憶がなくなるって言ってたのはこのことだったのかも。背中につけられていた四角いキャラも気になるな。もうすぐホリデー警部に会う時間だ。いろいろ話を聞いてみよう。大丈夫ホリデー警部、信用できる？もうなんか全員怪しいんじゃ、うん、敵みたいなね。ハイハットカフェの人は信用できるよだけどね。ティム君、はい、大変ところすまないね。わざわざ呼び出したりして。早速話がしたいんだが、ここではなんだな。向こうで話をしようか。どこ？あの、面会の手配ありがとうございました。何、そのぐらいのことは当然だよ。無事に面会できたかい？おかげさまで。ですが、浮かない顔してるね。会えたのは嬉しいんですが、心配事が増えてしまった気がして。何かあったのかい？先に僕の方から話をしても構いませんか？はい、ホリデー行けば事前知ってたんですか？いや、ピカチュウが保護されたのは私も驚いたよ。最近ポケモン保護に積極的なのはハワード市長の意向らしい。ハワード、だからバトラー局長は問題のあるポケモンを見つけ次第保護し、ね、むちゃくちゃじゃないやり方が。ほんと嫌。問題行動の証拠も押さえているから保護するの正しいんだが、何か気になることがあるんですか？やり方があまりにも強引すぎるんだ。住民にポケモンたちの事情を聞いたりせず、問答無用で、最低よ、本当に。ピカチュウが保護された時もそうでしたね。誰が相手でも特別扱いしないとも言えるのだが、それにしてもこれでいいのかと考えてしまうよ。つきっきりというわけではないがね、最近同行することが多いんだよ。どうも私はバトラー局長に目をつけられているようでね。目をつけられている？仕事上警察とポケモン保護局は協力しなくてはならない。ただ私はバトラー局長のやり方は強引すぎると思っていて。やっぱちょっと待って、ホリデー警部やっぱいい人だったわ。反対意見を出しているんだが、いつも強引に押し切られてしまうんだ。そんなことが続いたからバトラー局長は私を警戒している。私が余計なことをしないか見張っているつもりなんだろう。なるほどね。あの、あれはポケモン保護するときに取り付けることになっている機械だな。保護したポケモンの管理用タグだと聞いている。だがあいにくそれ以上のことを知る。いやいや待って、やっぱ怪しい。秘密が多くてね。ね、そんな秘密の多いところがさ、そんなさ、なんていうの、国というかそのあれに関わるレベルのことをしてていいわけね。セキュリティもかなり重要だから独自に調べることも困難だ。ホリデー警部でも調べられないんですか？昨夜の騒ぎについてホリデー警部は知っていますか？スピアが暴れたという事件のことか。それについて保護局の管轄で警察に情報入ってきてないんだ。保護局に協力はするのだが、保護局からの情報か。は？情報開示はほとんど行われていない。クソだね。本当に。申し訳ない。状況が分かりました。というわけなんだよ。こんなところで何を話してるのかね？え、何でもよくない？別に話しちゃいけないわけ？キモとか言っちゃったらごめんなさい。本当によくないよね。本当どうしたの？暇なの？しっし。たまた、絶対嘘。勝手なことはしてないだろうね。何もしておりませんが。ならいいんだ。保護局と警察の規律は大事にせんでもな。お前が言うなって感じだよね。むかつく、何あれ。こんなにタイミングよく通りかかるものでしょうか。目をつけられていると言った意味が分かってもらえただろう。気をつけてくれ、ティム君。バトラー局長に目をつけられると、きっとまずいことになる。なるほどね。君とピカチュウのことは心配だからね。今の私は大っぴらに協力することはできない。だが君ならば必ず、ピカチュウの無実を証明できると信じている。ありがとうございます。ほんといい人だった。ごめんね、さっき一緒に疑って。警察だからみたいなね。そんなことなかったね。怪しい怪しい、本当に。
いやなんか本当に、じゃああのさ白い服の人たちって保護局なんじゃないの？違う？鮮やかな歌声。とりあえずハイハートカフェね、行きましょう。インテリアもいなくなってるわ。うん、思った通りカフェにお客さんがいる。ポケモンが保護された時の様子について話を聞いてみよう。あ、あらあらあら、あ、ね、ちょっと喋れないんだけど、ワンワンしか言わない。え、あ、こっち？あの、何？ポケモンのライブ楽しんでるんだけど、何なのよあなた。うん。あの有名な探偵ピカチュウなら見たことあるけど、他のピカチュウ見たことありませんか？ないんだ。なるほど。あの、この前ゴロンダが連れて行かれるところを見たわ。大きいからちょっと怖いと思ったけど、ゴロンダって意外と可愛いのね。警察歩いた時ゴロンダは手を振って踊ってるの。え？少しの間手をバタバタさせて踊ってるようだったわ。どういうこと？痙攣？それはちょっとわからないわね。うん、この店のコーヒーは気に入っちゃって、自分で入れてもこの味は出せないの。ここのマスターただものじゃないわね。素敵ね。あの、よいしょ。あの、探偵のピカチュウならよくこの店で見るけどね、別のピカチュウっていうのは心当たりがないの。やっぱいないのかな。あの、警察がベロバーを連れて行ったのを見たね。その時四角い機械のようなものを見ませんでしたか？あったあった、警官が四角いものを取り出してたよ。ベロバー嬉しそうだったね。喜んで受け取る。え、マジどういうこと？料理も楽も最高だからね。ニョロドロたちの歌のいいだろ。ロック、バラード、ジャズ多彩なんだ。へぇ、ルンパパかわいすぎる。はい、あの、何でしょうか、怪しいわなあなた。あの探偵のピカチュウならニュースで何度か。そう、探偵じゃない普通のピカチュウだとしたらお力になれませんね。あらあらあら、あの、3匹ぐらい一斉に連れて行かれるところを見ました。そういえば警察の人がポケモンの背中につけていましたね。ポケモンは抵抗していたんですが、気をつけられるとおとなしくなりました。あれは不思議でしたね。急に静かになって。これ重要ワードじゃない？うん、確かにちょっと不自然ですね。あの仕掛けが何なんだろう。少し前にテレビで紹介されて気になって来てみたんですよ。初めて来ましたけど、とってもいいお店ですね。うん、わかる、かわいいルンプ、やっぱめっちゃわかるの。仲良くなれそう。うん、よし、うん、踊らされてる時はやばいね。踊されるね、踊らすための機会っていうのはちょっともう絶対違うからね。よし、うん、ピカチュウは大丈夫かな。体に悪影響がない時、ほんとそれな。なんか液体入ってんのが怖いよね。うん、てれてれん、お疲れさん、ティム君。ティム君も警察の人たちも遅くまで頑張っていて感心するよ。警察の人に会ったんですか？ブラッドさんを目がけて噴水広場に行くと言ってたね。ねえ、ブラッドさん怪しくない？私も信用してないからって感じ。本当に。でも結構ブラッドさんとは、まあ、関係が良くはないもんな。いやでも一応協力したこともなくもないよね。前作で。そう、何してんの？名探偵、今日の仕事終わったんでね。噴水でも見て一休みしてから。嘘、絶対嘘。うん、ピカチュウは犯人ではありません。
そうかい、それで君こそこの時間にどうしたんだ。僕はこの事件の真相を調べてるんです。本当の犯人の行方を。せいぜい頑張りたまえ。態度がムカつくのよね待ってください、ブラッドさん、昼間ここに来ていましたよね。見てたわよ。まったく君は。うん、どうしたんですかブラッドさん。いや、なんでもない。何、はあ、なんか知ってんでしょあんた。本当はその素敵なスーツ切り裂くわよ本当に。うん、そうね、何なんだろうね本当に。噴水広場も調べたいところだけど、この暗さだと痕跡を見つけられないな。これで一いじめ終了と。2日目朝ピカチュウ。さてさて、これ寝心地悪くてかなわんな。うん、ピカチュウ結構しんどくないか。どこかで俺と会った覚えはないか。ここ以外の場所で昔に。俺にゴロンダの知り合いはいないが。ゴロンダって前作いたかな。 B1 回とポケモンたちはみんなこの風呂に閉じ込められている。上の階に人間たちがいるの知っている。昨日あんな目にあったのにまだやるつもりなのか。あれぐらいのことでビビってたら探偵は止まらないさ。面白いやつだ。そう、何をするにせよ、まずはレントラーに足をつけるといい。あいつは俺より前からいる。いろいろと詳しいはずだ。レントラーか。でもゴロンダはちょっと味方っぽくなってていい感じですね。レントラーの足をしたいんだがどうすればいい。お前なんかレントラーさんと無理無理諦めな。なあ、なのやミラミ。知能勝負だ。お前が勝ったらおとなしくしてやる。なんかもし俺が勝ったら。マジ、宝石を3つベッドに隠す。急なミニゲーム要素。なんだ？おう！おう！宝石でしょ？まずここじゃない？ほら、あった。これは簡単すぎ。ちょっとナメプだよね。あった結構簡単だよ。闇闇大丈夫？このおもちゃは特になさそうね。あった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 。はい、意地が悪いな。はい、余裕でしたよ、闇闇さん。宝石が大好物って話だが、オーロラの雫って知っているか。いや、やめやめ。知らない？本当に？やめやめ。めっちゃ怒ってる。ふざけんなってる。いやいや、疑ってるわけじゃないんだ。うん、超簡単。まさか全部見つかっちゃうなんて。約束通り俺のことをレントラーに伝えてもらおうか。多分オイラが伝えるまでもないと思うぜ。レントラーさんのことだ。きっと透視能力でこの部屋を見ているはずだ。すごい能力よね。ならあとはどうやってレントラーの部屋まで行くかだな。屋上で聞けばいいだろう。いや、待ってる時間が欲しい。何か手はないものか。通れるのかな。なしの時のに登れないし。え？うわ、何をする。おい俺はボールじゃないぞ。優しい、なんだかんだ。お前ら来ちゃったよ、こっちに。大丈夫かな。レントラーがあとは待っているわよ。昨日の弱っちい死にじゃないか。何、弱っちくないわよ、まったく。くぅ。
他にも部屋があるのか。そっちも確かに見たい。気になる。来たか、ピカチュウ。ヨーレントラ、昨日痺れる挨拶をありがとよ。口の変なやつだな。まあ、口だけではなかったようだが。闇恨みとのやりとりは見ていた。少し頭が切れるようだ。やっとにどちらか分かっていたようだな。それで俺に話があるのだろう。ああ、今この警察署では何が起きている。俺はその謎を解き明かして自分の無実を証明したいんだ。そんなことはできるのか。できるとも。俺と、俺の相棒と、そしてお前たちの力があればな。意外と話早いわね、本当に。俺で目的がある。その目的を果たすためにもお前に協力した方がいいと思っただけだ。本当よね。半端なやつを仲間にすると足を引っ張られるからな。俺を試したってわけか。あんまり好きになれそうにないぜ。そうね。今日も新入りが来たようだ。保護室はあと2つある。そこに入れられたらしい。話はここまでにしておこう。人間やってくるようだ。もうすぐ部屋に戻れ。素晴らしいね、レントラのこの能力。でもどうやって登るの？誰か来るな。なんだ、お前かよ、バトラー。はあ。一悶着あったようだが、ピカチュウに怪我ないようだな。何？ああ、だるいだるい。何？なんでわざわざ私が様子を見なきゃならんのか。全く迷惑なことだ、こんなピカチュウ一匹に。どうなの、失礼な、ほんと。覚えておく、前ここから出られないんだよ。うざ。なんだったんだ、今のは。前の時と様子が違ったが、どうかおかしなことばかりだ。まあ、あいつも言ったようだし、調査再開と行こうか。今日連れてこられたポケモンというのに会いに行こう。どんな子なんだろうね。頼むぜ、ゴロンだ。ゆっくりとな。最速記録を目指すで終わった。満点の着地だな。どんな子なんだろう。待って、あのモルペコ、ちょっと待って、あんたたち捕まったの。だってこのインテレオンとか絶対悪いことしなさそうなのにね。どういうことよね、ほんと。はい、ということでですね、今回一旦この辺で終わろうかなと思います。ね。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。